になるね。早くちょっとストーリー進めたいね。よ、何の夢見てた？寝言言ってた。いつもの歯ぎしりしてたから。外行ってたの？準備しろ、見せたいものが。何？いいから。来いよ、こっちだ。誰？しかもさ、結構がっちりしてるから日が昇ってからにした方がいいんじゃないの？その方が暖かいし。ダメだ、待てない。何なのか教えてよ。どうしても見せたくて。ガタイ良すぎるんだよな。あれかな、デッドバイデイライトで言うとハントレスとかが山で過ごしてたのと一緒で、ずっとこういう風に旅してる人たちかな。そもそもなんで一人きりで外にいたわけ？眠れなくてさ。あんたも？南に行けば行くほど平和って感じだよな。ねえ、このままメキシコまで行っちゃわない？考えたことはある。マニーの地元でしょ？ああ、でもあいつ絶対あることないこと言ってそう。そうだろうね。暗い中ここまで来たの？ああ。ほら来いよ。さあ何を見せるのかな？今日の移動でバテちゃうよ。すぐ着くからさ。メルは平気なの？ここ最近元気なさそうだけど。平気だよ。どうしたの？なんか変だよ。俺はいつもと同じ。おい、気をつけろよ。すげえなー。ほい。思ったよりジャンプしねえ。あ、まさか。ありえない。うわ、のろけは勘弁。やめて。危な。おお、届いた。はい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。大丈夫。高すぎ。ほら。はあ、やば。やば。こっち見ろ。意思疎通したのかわかんないけど。下見るなって。やば。いやー、これ全部いけんのかな。戻る時もここ通るの？恐怖を克服するチャンスって思えばいいだろ。あんたのこと蹴り上げてやりたい気分。お前凶暴すぎ。
ここ到着。待ってよ、あれって町？ああ。誰かに話した？まずお前に見せたくて。武装した見張りが町から移動してた。あそこに他にも拠点があるし、電気も通ってる、銃もあるし、人も多い。どうにかする。そうか、奴がいるとしてどうする気だ？例えば巡回してる奴から場所を聞き出して、あいつをおびき出してみるとか。ああ、そうか。当然あっさり教えてくれるだろうな。任せればいい。冗談だよな。じゃあどうすんの？ねえ、なんか変だよ。メルに子供が。ああ、そっか。それだけじゃないんだ。じゃあお祝いだね。これを見たらみんな帰りたがるぞ。説得できるよ、でしょ？信じた私がバカだった。アビー、俺だってやりたいよ。でも死には出せない。なあ。やめて。ロッジで待ってる。おー、じゃあ誰かに因縁がある感じか。自分一人でもやる。いやー、不吉な感じがしてきたね。こっちではない。でも確かに世界線的っていうか世界観的に恨みを買うとかよくありそうだからね。いけない。ほっ。意外と遠いな。ということはあれか、標的がいるかもっていうことは、そもそも発展してる場所がないってことか。厄介だね。生きてる？弾は5発。この辺りは？いきなりやな。邪魔。さあ、ちょっとずつそれっぽい感じに。おお！
ちょっと待った待った待った、連打か連打か。この花さん、ギリッと回避して、おい、やばい、出てきた。あ、いていていて、おい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 、あー、操作しやすい前回より。また来たね、反動やば。危な、肩が、治療キットホラゲやね。お、前より回復の仕方が良くなったね。いやでもなんかこのキャラ進めてるなんかあんまいい気がしないな。あ、そうね、リロードとボタン一緒だからね。そうだそうだ、これ絶対まずいってば。やばいやばい、いやー不穏すぎるのよ。このキャラもちょっとなんか嫌な感じするしさ。かといって敵も敵で出てくるしね、感染者がね。そろそろ着いちゃうね。近くにあるはず。感染者ね、聞き耳。一応チュートリアルだけど、そうだね、テイクダウンするといろいろとねアイテムもらえる確率上がるんじゃないかったっけ。いや相変わらず嫌だな。何もないね。いや違う、あれ下か。リロードしといて、いやーなかなかやな。まあ特に大丈夫そうだね。
ああ、そろそろ近づいてきてるかな。むちゃくちゃいるじゃん。これはステルス。ね。やべ。いけいけいけ。やべえな、それは。数が多い。痛いいや、もういないよね。予想以上に強かった。天気悪化してきた。道はどこ。あーそっか、ステルスを習得してるわけではないからバレるのか。いや、発砲してなくてそれはきついね。いないかな。狼系は出てほしくないよね。いや、ほんと序盤で強すぎるよね。こっちついてくよ。さて、ベビーパート。ジェシーとまさか。長い付き合いでしょ。ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの。そうね、でも自分だってキャットの話したことないでしょ。だって話すことなんかないし。ひど。彼女のことあんまり好きじゃなさそうだったし。単に興味なかっただけ。あ、そう。彼女アートの才能はあるんじゃない。そのタトゥーも結構気に入ってるよ。うわ、嬉しい。でもお似合いじゃなかった。なるほど。何。別に。やっぱエリーはトラウマからそうなってるんだね。ねえ、いいもの見せてあげよっか。自分の顔って言いたいの。私の美貌にかなうものはないでしょ。はいはい、殴ってやりてえな。一応パンチできたけどね。できなくなったな。まあ、一望できるのか。どう、この景色。悪くないね。このルートの特権。
署名しないの？来て。バカ。誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ、友人とね。面白いやつだったよね。そうそう。おお、隠し通路か。あの人に配線の直し方とか教わったんだ。73まで生きられるならね。こっちだよ。ほう。さて、これを。バツでロープか。いいね、物資は大切だからね。取れるものは取っておく。ディーナと友人が来てたと。で、ジェシー、ディーナ、グレッグ、ボニー、トミー、ジョエルが10月19日と。今、3月ぐらいか。これでよしと。あ、3月2日ね。んで、問題なし。本当に？来て。問題なしにしては。この先の町が終点。ほら。あれが町かな。大きい塔があるとこ？そこが次の監視所。へえ、めちゃくちゃ広いね。あれってスーパー？うん、そこを通り過ぎれば町に到着。なんか嫌だな、スーパー通ってあそこ行くのかな、もしかして。馬のところに戻ろう。うん、もしかして昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから。気にしてないよ。ただのパトロールだし、おしゃれする必要ないでしょ。決まってるよ。どうも。ちょっと待ってね。はいはいはい、カービンかな。急に使えるってちょっとおかしくね。カービン最初から持ってるのはいいな。行こう。難しいけどね。でもラスアスってさ、サイレンサーついてないからきついんだよね、そのあたりね。一発でバレるから。クロスボウ出てこないかな。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う、ほら老衰で長生きするの。エリーがありえない、無鉄砲すぎて無理。それ自分のこと？は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いて凍傷にかかって死ぬで。今日はブーツ履いてるし。おー、あのスーパーの方行くのか。ちょ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 
なんか光ってたっけ、気のせいかな、気のせいだね。そろそろ出てくるかな。家調べた方がいいかな。平気そうだけど使えるものはありそうだし調べてみる。っていうことはそういうことだよね。はあ、下準備しますか。お、ギア、これがね、使うのよね。よくある無人の街ってここ。感染者はここまで来ないんで。外周で見つけて倒しちゃうし。サプリメント、聞き耳、治療。意外と治療が後半使うのよね。動く家か。本当にこれに乗って旅行してたのかな。当然するでしょ。こっちだね。サバイバルガイドをゲットしてたね。もちろん国中回っちゃうけど、海外に行くのもあり。そのうち行けるかな。ああ夢見るのはただ、夢見るのはね。ジェシーがよくカナダの話してた。カナダにある超巨大な滝を見に行きたいんだってさ。へえ、根っからのジャクソン子が。誰でも夢はあるでしょ。今夜の予定は。ああ、今夜はジョエルと一緒に映画でも見ようかなって。うん、仲直りしたの。うん、ジョエルと何の映画見るの。お気に入りは。ああ、カーティス&バイバーズ。私も前から気になってたんだよね。ええ、そっか。本当に話聞いてる。こんな感じだけど、あと10も欲しいな。はあ、サンタさんへ、今年は僕はいい子にしていたよ。だから大きな犬をプレゼントして。ああ、そういうことね。80年代のくったらないアクション映画、ジョエルがハマってて。うわ、私も結構好きだよ。ディーナは夜何するの。何人かでこっそり抜け出してそり滑り。楽しそうだね。うん、その後会わない。ああ、そうだね。じゃあギター弾いてあげる。オッケー。それってどんな話の映画なの。二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。確か2ではロシアのスパイと戦うんだっけな。思ったよりその映画興味あるかも。それで若い方がバイパーで忍者なんだよね。めっちゃくちゃ強いんだ。わきわかんねえストーリーだなそれ。一作目ではその人何歳だったの。10歳。またそのシリーズ何本出てるの。4本だったかな。ジョエルは映画館で最後の見たって。やばすぎ。すごい。お、あったあったあった。大事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 。もうワンで物資の大事さは教えてもらったからね。あー、今回はカードか。これってエリーのハマってるスーパーヒーローカードじゃない。そうそう、テッセラクター。知力80、腕力60。あ、待って、腕力なさそうだもんな。ゲッチ。まだ映画作ってる人ってこの世にいるかな。絶対いる。どうしてそう思うの。うちらと同じ状況かもよ。生きるのに必死でさ。でも私も曲書くでしょ。カメラさえあれば。ちょっと待った、エリーのオリジナルソングあるの。なんて聞かせてくれないわけ。あ、でもさ、ジョエル今回歌ったじゃん。あれ初めてだっけ。なんだ、いや初めてではないか。あ、カナダ行ってみたいね。カナダの話も出てたけどね。メープルシロップ食べたいわ。
何でもかけるんだよね。気温が下がったみたいだね。特にはない。いや、なんか嫌な感じするな。ヘラジカ、なんなのこれ。うわ、くさ、感染者にやられたんだ。ヘラジカって何匹いたら殺せる？一匹じゃ無理。どこに隠れてんだろう。見つけてやろう。さて、あ、いいね。今回は武器の切り替えが